はい、こんにちは。こんにちは。奈良ですね、今日は。今日は奈良、今、葛城ですね。めっちゃ天気わかるかな、これ、今、天気の。でも、大阪出た時めっちゃ暑かったけど、暑い。暑いって今日も暑い。いや暑いけどちょっとマシじゃない。今日マジかき氷日和やからな、ほんま。まあそうやね、うん。まあ、本店も朝お客さん並んでるところを後ろ目に見ながら来たところやけど、今日は梨農家さんを行くというところで、はい、そうです。まあ、去年も行ったところでかなり美味しい梨農家さんですから、うん、めっちゃ美味しかったね。初めて行ったんやけど、そう、美味しかったから今年も。そう、もう、まあ、過去の動画で言ってるけど、もう僕らの梨の概念を変えた梨は美味しかったわな。美味しかった。完熟梨、うん、完熟です。ということでね。うん、で、まあ、今来てんのが、さっきオープニングもあったんですけど、奈良の葛城の道の駅、はい、に来てます。出て、まあ、ここでちょっと果物を探しながら、うん、まあ、お昼ご飯も食べようかな。お昼ご飯食べて、そこからさらに奈良の最深部ですよ。はい。行こうかっていうところね。行こうかっていうところです。はい。ほんならまず、どうぞ。はい。何があるかね。はい。お腹すいたね。お腹すいたよ。ほら、そろそろ柿の外しやで、奈良は。え、あ、柿の外し、ね、そろそろ美味しいよね。あ、そう。そう。奈良はね、あの、柿の紅葉の時期になったら、紅葉した柿の外しが出たりするの。あ、そうなん。あれ、奈良独特だな。よしってね。はい。ありがとうございます。これで何したん？だね。ネギコロ、チャーハンセット。ネギコロ？ネギコロ。いや、コロッケやろ、絶対。コロッケ。チャーハンやろ。チャーハン。ネギは何だ。ネギよ。どういうこと。ネギどこに。なんかね、あの、この辺ネギが特産品らしい。あ、そう。大和ネギっていう、まあ、言うたら京野菜みたいな奈良野菜があるのね。お。それがふんだんに入ったコロッケ。あ、ね、あ、コロッケの中にネギがいっぱい入ってるってこと。そうそうそう、あ、そう、あ、そういうことね。そう。あ、それに興味が湧いて、ネギコロ食べたいなって。ネギのコロッケってあんま食べない。ないよね。そうなんや。そう、なんかね、白ネギ系らしいから結構肉厚なんちゃうかな。来ました。うまそう。ネギコロです。コロッケとチャーハン。ネギコロッケとチャーハン。どうぞ食べようか。いただきます。いただきまーす。いただきまーす。うん、玉ねぎ。だけど、あの、これを買ったこの店が、そのネギ、そう、このネギコロッケチャーハンの店は蕎麦屋さんやねんけど。蕎麦？蕎麦屋さん。ちょっと面白いもの見っけで、うん、あの、写真、商品写真、瓦蕎麦を売ってんねんけど、うん、その瓦蕎麦が、うん、どう見ても蕎麦の色が茶色ない。おう、まあ、普通のそばやん。おう、茶色っぽい。あの、写真がってこと。そう、写真メニューな。おう、そう、でもどう見ても茶色やねんけど、その上から不自然に緑のマジックで色のそばのラインに沿ってこう緑に塗ってる。そう。で、なんだろうなこれと思って。おう、どういうことなんやろうと思って。で、それ店員さんに聞いたら、聞くんかよ。これどっちが来るんですかって。茶色いのが来るんですか、緑が来るんですかって聞いたら、緑が来ますと。おう、で、なんか商品取った時は茶色やったけど、あの、実際にオープンしたら緑の蕎麦やってるんですって。え、なんだね。どういうこと、どういうこと。どういう状態か分からない。え、メニュー開発した時は緑じゃなかったってこと。緑じゃなかったんじゃ。でもいざ開発したら、まあ、店主さんがやっぱりこっちの方がいいってなったか知らんけど、うん、緑やったらしい。で、写真撮り直せんとマジックで色塗ってると。色ん斬新やな。で、それもところどころハゲてきて、もう下地が茶色っていうのが分かるよ。あ、分かるぐらい。ちゃいたいね。もうほんまに面白い。それちょっと面白い。でもそれで、あれ、お、これどっちやろって気になった時点で成功なのかもしれないけどね。ああ。ポップとしては。気になった。いや、そう。まあまあまあ、聞く方も聞く方やけど。7、何ができた？何やと思うこれ。え？何やと思うこれ。抹茶ソ、あ、ピスタチオ？ちょっと食べて当ててみてよ。いや、食べへんわ。俺まだご飯食べてんねん。早いねんで食べんの。何よそれ。クワの葉。え、クワの葉ソフトってこと。そう。クワの実ちゃうで。クワの葉っぱやで。すげえな。いただきます。どうぞ。まあ、美味しい。抹茶みたい。え、抹茶じゃん、これ。
知らんよ抹茶みたい。ダイエットは、うん、もう今してないよ。だって今そんな太ってないもんな。ちょっとでもね、やっぱりあの仕事が忙しくなるとね、お酒の量が増えるからちょっと太ってきてる今。うーん、あ、美味しいなこれ。なんかね、抹茶みたいな感じ、うん、それ聞いた。さっきも言ってた。なんで同じこと2回言うみたいな。いや感想じゃなくて食レポしようかなと思って聞いたから。食レポ下手ないからさ、別に言わんでええ。うん、抹茶みたい。フルーツ喋んのはええけど、それ以外お前下手やからさ。もう小屋飲み乗ってくれてたらさ、喋れるで。ほら、いや、そうやん。確かに桑の葉で健康にいいよね。うーん、桑の葉茶とか飲むことない。そう、昔は結構日本ね、あっちこっち桑栽培してたから。うーん、あの年配の人たち、本当に戦争あたりを経験してる年配の人たちは、あの桑の実をおやつに食べたとか結構経験ある人もいてるので。何年前の話よそれ。ね、何年前やろ。70年前とかじゃん。いや、いや分かるけど。もっと前か、80年、90年前。俺が言いたいのはそういうことじゃないやけどな。やっぱね、何よ。いつの話をしてんねんっていう。ああ。そんな古い話すんなやってことね。分からんよ。なるほど。ただ年代を知りたい。知りたいわけじゃないです。そんなん分かるよ。俺らの親父より上の年代っていうのは分かるから。そうか。おかしいな。うん、俺も食べ終わりました。さあ、この後は食べる。いや、いいよ。お腹いっぱい食べ終わったんやろ。お腹いっぱいやん。果物、はい、道の駅でちょっと見ようか。う、ね、何があるかやな。うん、まあ、季節的に行くと、もう早かったら柿出てるかなって感じかな、うん、でもさっき違うところの道の駅を、まあ、ちょっと寄ったんですけど、うん、そこすごかったね。ブドウ、梨、イチジク。ブドウめっちゃ出てたよな。ブドウがすごい。な、すごかったな。でもこっちがどうなんか。うん、はい。まあ、柿がもうあるかなって思ってるってこと。そうだね。もう出ててもおかしないかなと思ってるんだけど。うん、まあ、それはちょっとこの後行きましょうか。はい。はい、大丈夫ですか。あ、小川の母が。元に。若いだって。はい、買い物しました。はい。何買った？今日はね、イチジクです。イチジク。イチジク。イチジクも、普通のイチジクちゃうで。よいしょ。ちょっと珍しい品種。まあ、バナーネ。バナーネはまあまあ。まあ、バナーネはね、まあ、前も食べましたよね。ホワイトゼノア。はい。で、これですよ。ブラックイスキア。いつも思うけど、イチジクの名前さ、すごいな、ほんま、イチジクの名前って。何それは。で、ココちゃんの主観的に受け入れられへんのか。いや、受け入れられへんとか、それすごいなと思って、名前がな、覚えにくいね、うん、うん、で、はい、それちょっと珍しいの、ブラックイスキア。これは僕ね、初見なんですよ、初めてなんです。うーん、なのでちょっと調べてみて、どんなものか調べて味見を見てみたいな。あ、でな、でこのバナーネとホワイトゼノアは過去にも食べて美味しいこと分かった。あ、まあそうやね、うん、分かりました、はい、でさ、さっきさ、ご飯食べてる時さ、はい、なんかあの蕎麦屋さんのさ、茶色の蕎麦がさ、はい、緑でマジック塗ってんねんっていうのをさ、俺ちょっと見に行ったんやから。見に行った。なん、いや確かにさ、すごかった。いやマジで、あ、もう違和感しかない。いや違和感あるな、あれは。あれはすごかったな。そう、あのぜひ葛城の道の駅に来たら、あの違和感の写真を見てほしい。な、すごいな。オッケー、まあしょうもないこと話したけど。はい。なんで今から今から、ちょっと場所変えて、さらに奈良の奥地ですね、大淀町に。それはあれやんな、あの。梨です。梨の方やね。はい、梨の方。もう寄り道ないね。もうはい、スパッと行きます。行きましょうか。はい、はい、お願いします。こんにちは。こんにちは、どうも。ちょっと、はいはい、大丈夫です。すいません、すごい金魚がある。サンゲル、うまいこと用意したい。サンエドサイズ、まあ、20世紀かな、これ。20世紀、夏しずく。今夏しずくと香水かな。
ん？夏雫と香水かな。今は？うん。多分香水しょ。これ夏雫ちゃうかな。すいません。忙しいところ。どないですか今年は。ちょっと早い言うてましたね。はい、早いですね。どこも早い。あ、やっぱそう。そう。天候かな。もうなしに限らず全部やね。そうです、ね。何でもかんでも早くて短いってなるよね。ギュッてなってるって感じ。怒られるということはね、YouTube チェックしてください。いやもう。前に梨のやつあげてはんな。ああ、そうです。香水と。ああ、香水、20世紀ね。まあちょっと早かったです。うん、そうやな、味が。うん、やっぱ ここで食べたやつかった やっぱりちゃいま す、違うと思います。ほんまにこれ今香水と20世紀ですか。もう20世紀ほんまに今日からちょっと。あ、そうなんや。取り出しただけでちょっと早いですよね。夏姫かなと思ったんやけど全然早いです。こんな時期に20世紀持ったことないです。やっぱ早い。まあ、それはいいんですかね悪いんですかね。どっちなんやろ。たくさんリズム的に合わないです。あ、の感じで来はるんで。あ、そうやね。だから20世紀好きな人は20世紀やもんね。当たり前に今年来はった、うん、でももうギリギリですよっていうような話。もう終わりですでもね。そうです。そうやな。20世紀好きな人は20世紀しかあかんもんね。そうです。コースで好きな人はね。お問い合わせあったらもう、うん、早く来てくださいっていう時は。そうかな。半月ぐらい早い感じですか。そこまではいかないですかね。10日ぐらい。1週間から10日。こんなもんですね。は早い感じがしますね。今日はどうの。まず何か食べてみます。あ、食べます。すいません、ありがとうございます。食べます。大和田高原。なんすか。大和田高原があるね。で、果樹組合。大淀町。あ、薬水っていうんや。なんか結構出たよね。薬水のなしって書いてあったわ。ずっと。何のことやろうと思ってんけど。20世紀に誇りをって。なしの話ね。うん。こういうのね、結構ね、面白いんよ。いや、だからそこをね、さすがやなと思うんですよ。なんで面白いんでしょ。そう、面白い。だこんなんもうほんまに真面目に真剣に調査するって、ここの土地を好きな人しか調べへんやん。いや、まあそりゃそうや。そう、なしが好きな人も調べへんのよ、ここまで。やっぱこの土地を好きな人が調べるんよ。そうやな。そこにね、面白いネタがいっぱいあるんよね。これですよ。フランスでボルドー液が開発される。もう記念すべき日ですよ、これ。知ってる？ボルドー液。ボルドー液。そう、フランスのボルドーってとこです、うん、あのボルドーあれやん。ボルドーやろ。ボルドー、ね、あ、ここで作られた農薬なんよ、これ。お、あ、農薬なんや。農薬なんや。でも農薬でも有機栽培でも使えるレベルの農薬。今も使われてね、これ。ボルドー液っていうの。そうそうそう、うん、それもなんか適当にあるもん混ぜて作った、ただ果物が汚くなるだけの液だってね、もともと。で、汚くしたら誰も盗まへんやろって言って、その果物泥棒を防ぐためにかけたんやって、うん。それがかかったとこだけやたら病気に強いってなって、で使われ始めたんですね。ボルドー液。そう、未だに使われてるよ。20世紀から一番初のせいや。20世紀どうぞ。はい、蜂、蜂寄ってくる。どうしようかな。でもめっちゃみずみずしいよ。あ、みずみずしい、すごいね。うん、いや、こんなん絶対、こんな暑い日にこんなよう冷えた20世紀最高でしょ。であってほしいんですけど、やっぱ20世紀はな、あの黒くなかったら。あ、そうなんですか。根が白いって未熟でしょ、根として。うん、確実に白い。あ、やめといて。いやいやいや、大丈夫です。だってまだ今日撮ってるんですよ。まだ冷やしてなかった。ねえ、20世紀は冷やしてね。キンキンですよね。キンキン冷やしてます。美味しいですね。よいしょ。はい、ここちゃん。あ、ありがとうございます。すみません。あ、キンキン。キンキン、よう冷えてるよ。どうぞ。いただきます。ですけど、多分味がしい。いや、そんなことないですよ。だな。美味しい。20世紀です。水分量はすごい、ほんまに。水分量すごいですね。
水分量って普通なしってどれもあるでしょ。いやでもね、やっぱこんな違いますよ、やっぱり美味しい、うん、最近はゴールド20世紀とかね、3世紀とかって言うとやっぱり 甘み強いですけど、20世紀でやっぱり爽やかさじゃないですか。ゴールド20世紀になる境にそんなマシになるのはないですよ。ほんまですか。いや、ないです。甘さ的には変わらないっていうことですか、そんなに。自分の印象からするとまだ落ちる、すごい。あれは3世紀どうです、あの無体栽培の20世紀。それは糖度上がるでしょうね、うん、やっぱり。あれ僕大好物なんです。見た目どうなんですか。まあ、見た目汚いですよ。いい、作れないんですよ。そうですね、味はいいですと思います。何度何度ぐらい求めるんですか。うん、20世紀これぐらいだと思うんですけどね僕。ほんまですか。甘いの欲しかったら香水買えようと思いません。 あえてっていうことね、うん。まあ、で香水はこのレベルしかなし作られへんで、20世紀やったらやめます、ね、厳しい。まあでもあるよね。でもそうですね、試しに食べてみてください。これなんですか。これ夏しずきです。ああ、もう終わってるんですね。終わってます。まだ大丈夫やろうなと思ったんで。やっぱ20世紀と比べるとちょっと水分量的には少ない感じかな、うん。あ、種黒いじゃないですか。圧倒的に日持ちが効くって。あ、そうなんや。それ20世紀と比べるとですか。はい、もうね、多分冷蔵庫に10日ほど入れるし、これ。でも綺麗ですね、10日置いてる割に。肌はね、強いんです、この子。うん、だからカタログ的に行くと、なんか無体栽培でも綺麗に作れます、ね。まあでも有体ですよね。まあ有体です。そうですね。夏しずくは何でしたっけ。こんにちは。こんにちは。はい。はい。こちゃん。はい。ありがとうございます。うん、甘い。甘いな。甘い。うん。うん。僕はこっちの方が好きですかね、うん。香りもある。うん。香りある。香りですよ。ここ違うのは。うん。ここすんごい日持ちするんで、うん、そのまんまで一週間とか余裕で。そう。やっぱお世辞じゃないんですけど、やっぱ美味しいと思いますよ。うん、全然普通のやつより。ちょっと、うん、全然やっぱ美味しい。甘いです。おいしいわ。でもやっぱ香りですよ。香りがいい。美味しいこれ。甘いな、やっぱ。っ自己評価してみて。後味めっちゃ甘い。後味めっちゃ甘いな。ずっと口の中甘い。すごいな。でもやっぱ香りやで。今もずっと残ってるもん。うん、そう。去年ここの食べさせてもらってやっぱり香りがね。ね、なると、あなた香りにすごくうるさいから。香り。いやでもまあ基本ない部類ですからね、なしですから、うん、ないでしょ。だからこっちも香り期待してないんですよ、そんなになしに対して。だからやっぱりね、あるとびっくりするんですよね、はい。ああ、うん、でもよそのなしだったら、でもこれほんまに先言うためにはこんな香りしないですよ多分。ああ、昔からなし食べてはる人からするとね、うん、やっぱしうん、肌の感じだけでなんか今年おかしいなって。わあ、肌がおかしくなるのはやっぱり日焼けですか。日焼け、もう高温障害だと思います、ね。はい、はい、どうもありがとうございます。香水ね、はい、香水、うん、うん、うん、甘い。もうちょい甘みどう。あ、もううん、香水だと甘い。あ、でも後味甘いな。後が甘い。後が甘いな。最初はあれやけど、後甘い。香水、セラの香水好きなんですよ。セラなし。あの、広島好きなんですけど、セラとかって初めからパーンって甘いんですよ。この香水ね、ワンテンポ遅れてくるんですよ。うん、ほんまほんま。わかります？あの、食べ続けていくと、あの、初め食べた時に、どっちかというと梨の爽やかさの方が来るんですよ。そうやな、水気が来て、その後に
くる甘みがずっと口の中にずっと残るっていう感じです、うん、余韻がすごい。同じこと言おうと。あのこの間食べた香水と20世紀で後味はなかったな。ないよ。多分ね、加藤と初等の含有、うん、保有の後味とね。それですよ。初等深い、そこ深い。そうです。あんなんてコントロールしようと思ったらできるもんなんですかね。いやー、いやー違うでしょう。まあ結果論からの逆算で。わかるっていうぐらいちゃいますか。でもそれは土壌とかそういうのもですかね。あとは甘いもんほんまに、はい、なあ最初はなんかちょっと物足らんぐらいかなと思ったけど、後に来るワンテンポ遅れてなあ来るな。梨って大きさで味って変わります？あ、そうそう、それ気になってたんですよね。安定してるっていう印象ですかね。大きい方が綺麗に整っている形の方が、ああ、まあ、形の方がちゃんと種入ってる感じ、うん、ああまあそうなるほどね。先食べてもらったっていうか、うん、これ種ないんで反対側が、うん、あのそうですね。だから適切に種が入ってる、うん、綺麗な丸これだ。ちょっとこういうのはちょっとやっぱりここにおらん。そう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 、ね、うん、なるほどね。っていうのとその特にその肌ほんでアップする。うん、そうなんや。これ出るとお前絶対ダメ。どこですか？どれですか？この黒い感じ。黒いの。ああ、そうなんや。そうなんや。もう高温障害が出てる気がします。もう向いたって別に真っ白なんですけどね、うん、その下の。うん。黒いって反転が良くない。そう。高温障害。高温障害出たら、やっぱ味落ちます？果肉やらかなってたりとか、そうかな、暑さでやられて、うん、まあ、なので製品と二等品分けてる部分はやっぱ形、うん、なるほど、から来てます。まあ、それが味にもまあつながるだろうっていうことですね。じゃあ大きさよりはもう形ってことですね、うん、大きさより形見た方が、形が見た方がいいってことですね、うん。ベースはこの20ステーキなので、うん、これ乾水です。乾水。吉野川から、うん、あの吉野川の水をポンプアップしてます。へえ。で、濃水で乾水してます。なるほど。なかなか今年みたいに天気きついとね、うん、追いつかないんですけど。ああ。予選よりマシですね。今年はほんま暑いよな。暑い。やばい。お疲れ様でした。お疲れ様です。満腹農園さん、はい、ちょっとね、行くまでは名前言ってなかったんが、まあ、許可取ってなかったからなんですけど、僕たちが勝手にうまいうまい言ってただけだからね。そうなんですよ。で、去年もそうやったんです。名前出さへんかって YouTube のコメントにもどこの梨が美味しいんですかみたいなコメント来てたんやけど、はい、名前出していいよという許可をいただきましたんで、満腹農園さんというね、はい、ところに来てましたけれども、はい、美味しい梨仕入れましたね。美味しかった、うん、美味しかったんやけど、なんやろ、農家さんのその求めてるレベルが高くて全然自分とこの梨褒めへんねんけど、うん、あれは僕らからしたら普通の梨よりは全然美味しいよな。全然美味しい、全然美味しい、全然美味しい。夏しずくとかめっちゃ美味しかったやん。そう、美味しかったけど一切自分の梨褒めへん、褒めへんな。いや、まだまだや、甘いわ、すみません口干しでしたとか言っとったけど、いや美味しいから、ね、そんなことないからね全然。そうですね。いや、でもほんまにあの自信持って美味しく出せる梨ですよ、うん、そうやね。やっぱ、うん、普通の、まあ、スーパーとかで買う梨とはちょっと味がワンランク違うなっていう感じがします。ただ甘いだけの品種って今いっぱい出てきてるやんか、新、まあ、新幹線なり、まあ、香りだったりとかあるけど、うんうんうん、やっぱりね、そうじゃないところが美味しいよ、はいはい、今回やっぱり香りですよね、僕、うん、ずっと思ったのは、うん、あとはね、後味の甘さが、そう、あの、なんやろ、梨って結構スッて引くのにめっちゃ残ってたよね、口の中に。 あれはすごい。普段食べる梨よりもワンテンポ遅れて甘みが来てずっと口の中で甘いんですよね。
今言ってはったけど、やっぱ初頭と下頭のバランスの違いでそう感じるんやろなっていうところやけども、うん、そう、ああいうのやっぱりね、そういう今までの違う味を味わえてるところがまたちょっと一つ果物の感動ですよね。そうやな、うん、いいです。で、まあ、一応ね、去年は全然仕入れられへんかったんけど、はい、今年はちょっと仕入れまして、はい、店頭と通販売れる？売ります。量的に、まあ、そこまで多くないからやねんけど、まあ、通販も用意しようかなと思ってますんで、はい、まあ、ただ売り切れごめんですね。そうですね、多分数制限しながら、多分今回今年一発目なんですけど、はいはい、この後も私、まあ、撮影とは別で仕入れに来るつもりしてるんで、はい、まあ、仕入れたら出す、仕入れたら出すっていう感じでいきたいなという感じでいきましょうか。はい、わかりました。じゃあぜひ皆さん店頭か通販でぜひ満腹農園さんね、はい、この満腹農園さんの梨、うん、そうですね、食べていただきたいと思います。ただあれですね、何、満腹農園さんからだけ仕入れる梨なんで、うん、品種は変わっていきます。ああ、そういうことね、うん、その時おいしいものを、相談して買い付けるってするんで、この品種がずっと続くってわけではないですね。多分コースやったらコースばっかりが来るわけでもないし、放送になるかもしれへんし、20世紀になるかもしれへんしっていうところの満腹農園さんの梨セットみたいな感じってことね。そうですね、なので逆に言ったら、今回もし一発目で食べてもらっておいしいと思って次注文したらまた違うものを楽しめるっていうのがいいところだと思います。まあ、そういうとこね、はい、わかりました、はい、奈良までありがとうございました、はい、今日はもうほんま暑くて先生もう汗だらだらでしたけど、はい、はい、この後も大阪の運転お願いします、ね、気をつけて帰りましょう。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。